フィロゾア、ファイラゾアは、オピストコンタに属する単系統群からなるクレード、である。本、クレードには、多細胞生物である後生動物及び、抗生動物に、近縁の単細胞生物らを含む。現在、フィロゾアのクレードは、3つのグループに分類されている、糸を意味する、ラテン語のファイラムマイナスと、動物を意味するギリシャ語のゾイオンから、学名は命名されている。 下記の系統樹で、滅み方のツリー構造については、ティダースウラ研究グループの見解に従う。祖先のオピストコンタ生物は、細胞に細い糸のような突起物、または、触手を持っていたと推定される。ただしオピストコンタの一部の生物はこの部位を、失っている。フィロゾアの生物においては、この糸のようなものは、先端まで太さが変わらない単純な構造で、 アクチンの束でできた硬いシーンを持つ。エリ弁網虫類と最も原始的な動物すなわち海面動物においては、この糸のようなものは集まって弁毛または専網の周りの露化接触のエリとなっている。これはフィロゾアに属する直近で共通する祖先から受け継がれたものだと考えられている。ありがとうございます。